ペテルちゃんを使う？バカお前、声と態度がでけえぞ。他のパンツで口塞ぐのやめてもらっていいかな？あと態度関係ないよね。そこら中に投げ捨ててるからだろ。次余計なこと言ったらそこに落ちてる靴下口に突っ込むからな。片付けろ。でも実際俺の今の手札でトールに勝つ方法なんて言ってるくらいなんだ。ミカドオーラも明日で3オーラ。トールは最上級真珠位。つまりトールに勝てる奴はこの世界でも100体もいないんだ。トールは近距離と高火力を好む脳筋スタイル。板ブルとか駆け引きとか存在しないらしい。ただ一直線。聞けば石化と同じ直感タイプ。戦闘センスだけズバ抜けたタイプらしいからな。習えてるでもチャンスはあるってわけだ。私は別にいいけどさ、いいの、主様、両親は痛まないの。おいやめろ、問いかけてくんな。手段がないんだから仕方ないだろ。どうせ普通にやったら確率は0だ。なら大爆地かけて 0.1% でも成功にかけるしかないだろ。大丈夫、俺はエテルができる子だって信じてる。主様が戦えばいいじゃん。勝てないから言ってんだよ。できないことをいつまで考えたって仕方ないだろ。特になんだけど。どうしよう、全然ダメだ。勝負にすらなってないや。すごいな、正直俺も全然わからん。気づいたらエテルが吹き飛ばされて倒れてる。すっごい罪悪感。頑張れエテル、アイアンヒップ。初めて聞いたんだけどそれ。狙いって思ってたけど、僕の攻撃を何発受けても涼しい顔してる。守備面は僕よりも革命か。いや、あれだけの耐久性、誰にも匹敵するか。でも硬いだけだと僕には勝てないよ。どうするのかな。ちょっとどうしたらいいのかな。エテルの持つ強さを生かす。そのためにはまずエテルが搭載しているであろう機能を使わせるしかないな。エテル、スローモーション機能、電脳支配を使って回避に徹しろ。A 点眼でとにかく相手を観察、録画、そして行動規則を観測するんだ。あ、それは全部できる。スローモーション機能起動。へぇ、よくわかんないけど楽しめそうだ。見えるけど、けど多分これ。見えたところで私の動きから攻撃を決めてるから意味ないや。でもタナトスハンドスカウンにしても一発勝負だね。一度見せると警戒されてた分触れそうにないし。さて、そうとわかれば主の指示も大体人が読めたし、私なりに動こうかな。A 点ターン、柳。機械の情報の数値化と誤差補正、そしてその数値の最低値と最高値時の条件を記録し、同条件を再度算出し、狙い撃ちにする。簡単に言えば一瞬で相手の正確なデータを保存して、その情報を最も必要となる正確なタイミングで使う。これが私の A 点ターン、柳。よくわかんないけど説明するメリットあるの？あるよ。種がわかれば意識してくれるでしょ。教えた方が得な能力もあるってこと。ふーん、じゃあ気にしてても仕方ないってことだね。じゃあ気にしない？僕の方が強いし。悪いけどね、潰させてもらうよ。僕の能力で徹底的にね。せっかく君も種明かししてくれたんだし、僕も自分の能力を一つ教えてあげるよ。僕の能力は、乖離支配、主に分解する能力でね、どんな強固なものでも一瞬で粉々、液体だって消えちゃうし、能力だってその性質ごと分解し、粉々にする、それが僕の主な能力さ。なのにそれでも無傷、ありえないよね、君、それが本当にできるなら僕は君を化け物と呼ばないといけないんだけど。化け物か、言われ慣れてる言葉だよ。ただ、一番嫌いな言葉、一度目はいいけど二度目は言わないで。ごめんごめん、別に喧嘩したいわけじゃないんだ。強いと評価しているだけさ、気に触ったなら謝るよ。二度と言わないならいいよ。自分を他人に理解してもらう難しさは理解してるつもりだから。逆に私も他人を理解するのは苦手だし。でも形はどうあれ必要とされ、求められるのは悪くない。ずっと一人ぼっちだったから。終わったらたくさん褒めてね、主、それなら私も頑張れる。次はもっともっと本気で行くよ。粉々になっても恨まないでよね。おいおい、あれはさすがに。エテル、避けろ。避けれるわけないでしょ。こういう声、リベタルブラッドベル。ああ、性質の異なる二大波動。帝国でも使わない超超超広範囲爆撃攻撃。エリア範囲全てが乖離して粉々。僕が持つ最大火力なわけだけど。もう主様も溶けちゃった。仕方ないよね。こんな至近距離、むしろ骨残ってるのにびっくり。だいたい30光年は即死即消滅範囲なんだけどね。30光年から1500光年だったらまあ障害物あれば助かるレベルかな。一度やって怒られたから全然使わなかったけど。さてさて、これでも無傷かな。能力も全部吹っ飛ばしてあのラルに一度だけ傷をつけたことがあるレベルだ。君がラル以上ならまあ言ってるんじゃない。限定の宝物庫、発動、特性衝撃吸収、能力貫通無効、効果範囲削減、オートマチックシールド発動、カゴ現実反転のカゴ、機械投資のカゴ、複合剣能、聖雷の陣、魂保存保管。複合、オートマチックフルカウンター、オートマチックフルカウンターを剣能と恩恵を複合させ進化、フルオートクリティカルバイヒールカウンター。
複合ハイスピード、ハイパワー複合強化、アルティメットシューティングスピード爆発動、マリオネットコントロール、デスオーダー複合強化、マリオネットデスコントロール発動、トークオーダー、特権強化配合、グランドワールドオーダー発動。なんだ？これ、身動きが、力が、やりすぎたね。私の能力、静止支配、己に生を与え、相手に死を与える能力、相手の死から私の力にすることで本来使いこなせない力を使うことが可能。生物の死に価値があればあるほど私の生は強くなる。ここで主を殺しちゃったのはダメだったね。私にとって主は一番大事。私は死神、命を借り、そして命を天秤にかけ、その価値で私の力を発揮する。もう小賢しいことはしなくていいや、絶対に勝つし。ダメだったんだ。命令だ、降りてこい、そして私の前まで歩き、立て。何をバカな。いや、やめろ、デタラメだ、そんなの本物の怪物じゃないか、怪物。ごめんなさい、言うこと聞くから、何でも言うこと聞く、対等も求めない、主様には絶対に逆らわないし、生涯僕の身を挺してでも大事なものを守ると誓うから。許して、そうだ、主様の言ったことは全部守ろう、これは神同士の契約だよ、契約は破れない、ほら、これだけ提示するからさ。ねじ伏せろって言われてるから徹底的にねじ伏せる、それに私は怒ってる。一つは勝手に主が消えたこと、二つは主の安全も考えずに殺したこと、三つ目は忠告したのに私を怪物と呼んだこと。さっきの約束はちゃんと主に言って、私には関係ない、あとあれだけ私を痛めつけていた自分のことになると命乞いはみっともないよね。これは死そのものだ、見ただけでわかる、こんなおぞましい能力、見たことも聞いたこともない、これが今の主様。あ、僕の見る目に間違いはなかった。捕まえた。なんだよ、言いたいことあるなら言えよ、顔近いな。まさか、エテルちゃんに戦ってもらってるのに、戦闘のもらい事故で死んだとかそんなことで出てきたんじゃないよね。バッカ、おめえ、もちろん決着がついたから出てきたに決まってんでしょうが。今は休息中さ、俺は一足先に出たってわけ。ほら、状況説明もしないといけないわけだしさ。じゃあすぐ出てくるんだね。そうやって使用中なのにせかすのは良くないぞミエル。そんなに急ぎなら公園の施設使いなよ。ずっと入れの話をしましたか。そもそも私天使だから、トイレとか行かないから。主様、順調でしょうか。もちろん、これでトールも言うこと聞いてくれるし、きっとうまくいくさ。さすが主様です。でしたらこれで支持者は4名、作戦統一が見えてきましたね。私も今後の方針を言ってもらえたら動きますよ。まっすぐといいねしちゃって、これは疑いすら抱いていない目だ。すごい罪悪感。俺と一緒に出てきてないってことは死んでないと思うけど。頑張ってくれよエテル。大丈夫、きっとエテルちゃん勝つよ。だってあの子も構成員、弱いわけないもん。そうだよな、もう願うしかないよ。やっぱりまだ決着ついてないんじゃん。おい、打天使、人がせっかく見え張ってんだからフォローしろよ、ソルテにならえ。だって、主様があからさまな嘘つくんだもん、格好つけても数分後には化けの皮剥がれてるんだからいいじゃん。これは4コマくらいはいけます、即落ち2コマで化けの皮剥がれるお前と一緒にすんな、無慈悲の天使を。みんなが剥いでいくからでしょ、あと無慈悲じゃないもん。主様、結晶から出てきます。エテル、お願いだ、買っててくれ、買ったらもうどんなものでも買ってあげるから、飴1年分とか。それでも買ってくらい必死なんだけど。あれ、主言ってたの、てっきり死んだかと思った。エテル、無事か、勝てたのか。勝ったよ、主が死んだから戦いやすかった。偉い、エテルすごく偉い、もうエテルが一番だ、もう可愛いな、エテルと出会えて本当によかった。そう、なら今日はたくさん褒めて、それだけのことはしたから。もちろんだとも、本当エテルは最高だよ。頑張ってよかった、主は私を認めてくれる、だからちょっと頑張ろうって気分になれる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。